2023年4月15日、ロシア国防省は半年以上もの間激戦が続いている。ウクライナ東部ドンバス地方ドネツク州のバフムートにおいて、ロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が市街地の北部と南部において、新たに制圧した地域を広げたことを発表したことを、ロシア国営 RIA ノーボスチ通信が伝えたよ。AFP 通信によると、ロシア軍国防省の広報担当者が記者団に対して、ワグネルの攻撃部隊は成功裏に進撃し、バフムート郊外の南北に地区を掌握したと説明したとしているものの、それらの地区がどこであるかについては具体的に明らかにされていないとしているぜ。またロシアのおはこげーかと思ったけど、今回は違うみたいだね。相変わらずワグネルは厄介な存在だな。さて今回はバフムートでの激戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのシンクタンク戦争研究所においても、公表されている動画や画像などからこのロシア国防省側の発表については信憑性が高いと見ており、一時鎮静化していたと言われていたロシア軍の攻勢がここに来て強まっているのではないかと見方が広がっているみたい。また、ウクライナ軍においてもバフムートでの戦闘が激しくなっていることを認めていて、ウクライナ軍報道官はバフムートでは過去24時間200回近い砲撃が加えられたと述べたほか、ロシア軍が15日にバフムートの西 5km ほどにあるチャシブヤールトを結び、バフムートへの主要な補給路とされている幹線道路 T506 沿いにある町などに攻撃を開始したことも明らかにしたよ。加えて市街地では両軍が通りごとあるいは建物ごとに戦闘を繰り広げられているとして、市街戦の戦闘の様子が撮影された動画を公表したようだな。その動画には建物の一角が吹き飛ばされている集合住宅の1階部分から銃撃を行っているウクライナ軍兵士の姿や、銃撃音や爆発音が絶え間なく続く様子が撮影されていて、報道官は過去に前例のない激しい戦闘と形容したと伝えられているぜ。バフムートの戦況については、イギリスの情報機関が4月14日にウクライナ軍の一部が撤退しているとの見方を示していて、それ以前の2日間にわたってロシア軍による激しい砲撃が継続していたことを明らかにし、ロシア軍の内部において、これまで反目し合っていたと見られる正規軍と民間軍事会社ワグネルの、戦闘部隊との間の連携が改善しているようだとの分析を示していたね。さらに、市内のウクライナ軍の補給問題が深刻な状況になっており、そのために守りきれなくなった地域からは秩序を持って撤退を開始しているとした上で、バフムートの市街地西部に展開しているウクライナ軍守備部隊に対しては激しい砲撃が続いているとして、ワグネル戦闘部隊が市街地の中心部での前進に対してロシア軍空挺部隊などの正規軍が側面から援護しているようだとの見方を示したんだ。ワグネルの創設者であるプリゴジン氏はこれまでバフムートの8割以上がワグネルの支配下にあり、市内のすべての主要施設や工場にもちろん行政庁舎も支配下にあるとした上で、あと掌握しなければならないバフムートの残りはほんの一部だと述べていて、ロシア側から公開されている動画や画像などを見る限りではロシア側はバフムート市街地の中心部から西部にかけて侵攻していると見られているよ。バフムートを守備しているウクライナ軍の主力は第93機械化旅団なんだけど、13日に同旅団から残念ながら、我々はバフムートの中心部を奪われたとの情報が伝えられ、援軍などがバフムートに到着しておらずウクライナ軍が次第に追い詰められているのではないかとの憶測が出ているみたい。4月9日にバフムートを視察したウクライナ軍のシルスキー陸軍司令官は、バフムートを守る部隊に対してロシア軍が激しい砲撃を実施しており、バフムート市街地を徹底的に破壊する焦土作戦を実施しているようだとして、ロシア軍が制圧にて手こずるバフムートを焦土にすることで、ウクライナ軍の防衛拠点を壊滅状態に追い込み、撤退させて制圧する戦術に切り替えた可能性を指摘しているんだ。シルキー陸軍司令官は、バフムートに兵員を集めてロシア軍を呼び込み兵員を消耗させながら、我が軍の反攻開始までの時間を稼ぐ必要があると以前に述べており、市街地がほぼ破壊されて焦土となりつつあり拠点としての戦略的がないバフムートを放棄しないのは、
西側諸国からの戦車供与などを受けたウクライナ軍が反転攻勢の準備を進めているためで、バフムート攻防戦はそのための時間稼ぎであることを示唆しているね。これについてはウクライナの現地英字式キーウポストが6日に、戦争研究所によるウクライナ軍におけるバフムートでの成功とは、同志を保持するということではなくロシア軍に損害を与えて消耗させることだとの分析を発表していることを報じているぜ。バフムートをドネツク州における交通の要衝と位置づけて、ウクライナ軍が撤退することで東部戦線の戦況が大きく傾くと分析している軍事専門家もおり、実際にバフムートからはドネツク州西部の主要拠点であるスラビャンスクや、クラマトルスクにつながる幹線道路があり交通の要衝ではあるな。しかしながら、ここまで半年以上のバフムート攻略戦においてはロシア軍に甚大な人的損害が出ていることが伝えられていて、昨年9月に30万人の予備役を動員してからは通常の徴兵以外に増員の動きがないために、さらにドネツク州の西方に侵攻するゆとりはないとの見方が多いよ。ロシアはただでさえ人的資源を無駄にしているもんね。バフムートを重要視する軍事専門家はロシア軍はその気になればまだまだ動員が可能であることを主張しているものの、確かにロシア軍は兵士は畑で取れるとされるほど簡単に数十万単位で兵士を集めることができるんだよね。昨年の部分的動員発令の際には多数の対象男性が国外に脱出したことが伝えられているけど、国外脱出が可能な富裕層はほんの一握りであって人口からすればまだまだ動員は可能だと思うよ。しかしながら、兵役経験のない一般市民をいくら集めたところで即戦力とはならず、さらに戦闘における連動を高めるには相当の時間を要するため、これまでに指摘されてきたようにロシア軍は最前線に投入された新兵をただひたすら消耗するだけの戦いとなり、多くの血が流される割には戦果を得られないであろうと予想する声が多いな。この状況の中で、ワグネルのプリゴジン氏が14日に突然、ロシア軍はドネツク州全域の制圧を達成できそうもない上、ウクライナ軍の反転攻勢で敗北する可能性があると指摘したことで波紋が広がっているんだ。これは SNS に投稿された声明で、この中でプリゴジン氏はプーチン政権は軍事作戦の終了を宣言すべき時だとして、ワグネル戦闘部隊とロシア軍はこれまでにウクライナ領東部から南部にかけて重要地域の占領に成功しており、2014年から実効支配しているクリミア半島とロシア本土を結ぶ陸路の回廊も確保できているなど、十分な戦果を達成しているとも指摘した上で、侵攻開始からちょうど1年目となる2023年2月24日時点の戦線を停戦ラインとして、ゼレンスキー政権との停戦交渉を実施すべきだと主張したよ。ただし西側諸国当局や軍事専門家などは、プーチン大統領以下の政権幹部からは特別軍事作戦は目標が達成されるまで続くとしていることから、このプリゴジン氏の警告に耳を貸す可能性はほとんどないと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。